よろしくお願いします。ディスクトック兄弟の俊介です。ショーンと呼んでください。明日はですね、群馬テレビさんの撮影がありまして、みなかみ高原スキーリゾートで2時間ほど撮影を行ってきます。コウスケと一緒に行くんですけれども、その時にですね、撮影だけではなくて2つ挑戦したいなっていうことがありまして、まず1つ目がですね、ゴールドラッシュの犬ぞりトレーニング。これは大事ですよね。犬ぞりはすごく犬に役立ちます。ゴールドラッシュもですね、しっかりと犬ぞりでまた、心と体を鍛えていこうかなと思っております。そして2つ目なんですけれども、ボルトの練習です。まずボルトという技からですよね。ボルトという技は、こういうこんな技だったりとか、こんな技だったりとか、こんな技だったりとか、こんな技ですね。このですね、雪が自然のクッションがある状態でのボルト練習っていうのは、犬も人もめちゃくちゃ楽しいです。だからですね、明日は思い切ってそれやろうと思うんですけども、考えているのが、毎年同じような練習ばっかりしててもしょうがないなっていうことが一つあるので、新しい試みを考えていまして、それがですね、今ドブタン工房で販売しているこちらのスクラッチベスト。これがですね、ボルトのを使う時とかに非常に役立つものですので、これをですね、使った練習を初めてやってみようかなと思ってます。今まで僕はこういったものを使ってこなかったんですよね。外側に来てもいいし、内側に来てもいいしっていう感じのものなんですけれども、こういう感じで、こういうものです。そしてここがしっかりとグリップの効いたものですので、犬が背中で滑らないんですね。背中で滑らずに綺麗に飛ぶことができるということの安心感が犬にとって非常に大切で、綺麗な着地にもつながるというものですね。で、こちらのどんな素材なのか気になる方がいらっしゃいましたら、これをベースに考えたいと思います。まあ、若干違うけれども、このですね、パピーディスクタグのですね、素材を触っていただいた上で、これよりもさらにグリップがいいものっていうふうに考えていただければいいです。今まで僕たちはこのスクラッチベストを使ってこなくて、基本的にはもう、なんていうのかな、 T シャツでボルトしたりとか、あるいは T シャツの上に袖切ったパーカーを着てやったりしてたんですね。本格的なものは今回初めて僕使うんですけども、正しいボルトをすれば背中が痛くならない、これが基本的に考えていることでして、ただしその正しいボルトができなければ痛いっていうところがあって、その痛いのはじゃあ正しいボルトをつけれなかった自己責任だろうというふうな考えで、その痛みをですね、甘んじて受け入れることによって、犬に対するそのボルトの責任感とかっていうのを意識するみたいな感じでですね、考えて僕はボルトをやってたんですけれども、確かに痛いんですよ。痛いんですけども、ちゃんとやれば痛くない。というわけで、それではこれから行っていきますので、皆様、みなかみに行きましょう。